授業でその重力と質量っていうのと力の表し方っていうところの学習をしたんですけど、1とした時にあといくつになるか覚えてる人いますか？はい、どうぞ。6分の1になります。あ、そうです、正解です。6分の1になります。はい、どうぞ。力の抜き、正解です。この矢印の向く方向は、はい、今日の目当ては物体に接する、あ、物体に接する部分の面、飲み口の面を下に置いて、縦3、乗るときに注意するのが、こう何もせずにこのままジュンって乗るとこうぐちゃっていっちゃうから、なんかテーブルにこうテーブルにこう手を置いてこうそーっと、あ、それはね、あやつだ、まだ、あ、まだ、あ、人がバレるかな。あ、頑張って。キジミちゃん、6×6 の正方形となるように、こう上に各班で基準は決めてもらっていいんだけど、ガムテープを貼って、ガムテープを貼ってそのところに記録をして、ガムテープ、はい、ここはあれ、よし、私ちゃんと元気、ちゃんと元気で、よかったよかった。で、ここだ、今、割り箸を固定しております。はい、はい、これ元、元三角形さん、下そっか、スポンジの上のゼロの付近が、そうだ、最初合ってる？合ってる？キロ。あ、この通り苦戦しております。片付けしてます。片付けしてます。縦軸を面積、横軸を、その下からの距離っていう風の、グラフを、
が大きくなるにつれて、この沈み具合が面積の違いでその力の働き方が変わるっていうのが分かります。でもう一つはその面積、この面積がこう一番大きいところだと力が、さっきも言ったけど右肩上がりのグラフに関係をこう比例の関係と言います。斜めのところに書いてほしいですけど、どちらに同じ大きさの力が働いています。大きさ自体は変化しない、変化しないと思ってて、そうなんですか。だからその圧力の大きくなって小さくなっていう書き方をして